キリスさん、そうだ、それで、はい、それで男の尻を追っかけてますもんね、高田さん。めっちゃ離れたけど、めちゃめちゃ反応に困るのよ。来た来た来た、何返しても不利みたいな。あ、テンコでーす。あ、テンコでーす。インポスターの方は10秒後に、切るとサボタージュお願いします。解散。インポスター来ちゃー。そう、早すぎたかな。死んでますわ。二人死んでるね。どっちですか？どちらで？西対。じゃあマシャカリ喋ります。はい、アドミンに行った瞬間にリポートスボタンがあったんで、アドミンの手前の位置ぐらいかな。で、クロム君が死んでました。クロムさんがアドミン。はい。はい。はい、なんか外？中ですね。私の。いきさつを言うと、カフェテリアからウェポンズ、ウェポンズがナビゲーションってずっと右を行って、コミュニケーションまで行って、ストレージ行って、アドミに戻ってきた感じですね。うん、その道中で見たのが高田さん、ウェポン、高田さんはシールドコミュニケーションあたりです。コミュニケーションあたりで最後作業してましたね、高田さん。これはそうね、一番最後の位置はストレージの下側。あ、オッケーです、オッケーです。一番最後はね。了解です、了解です。で、ウェポンズにいたときに一緒にいたのはナイトメアさんとジングリさんだと思います。はい。だね。うん、一緒にいました。あとは見てないな。結構高田さんと一緒にいたような感覚がありますね、右の方ずっと。夏目って開幕左側に走ってかなかった、夏目さんは、停電後リアクターに行って、でリアクターで私がアッパーエンジン、夏目さんがロアエンジンぐらいに行って、10秒後ぐらいにビーってなった感じだから、結構直近で死んだ。でその時下からセンターさん来てたから、うん、センターさんも夏目さん見てる。とあと神宮寺さんもいたと思う。あ、はい、ありました。結構最近まで来てた。ね、うん、そういう感じ。だから私目線だとちょっと先端さん、神宮寺さんが、まあ、殺せた位置かなっていうふうに見えちゃってる。先端さん目線は砂染さんがあるパンターンですか？いやでも夏目さん下行ってて、砂染さん上行ったの見たんで、多分てかまあ無理ですね、砂染さんは、うん、神宮寺さんはちょっとわかんないけど、僕結構僕なんかたまにはいつもと違うことやろうと思ってセキュリティずっといたんですよ。あ、光ってたの、そっち、ね、そうそうそう、セキュリティずっと見てて、よく覚えてないですけど見てて、でそこからアッパーエンジン行って、メッドウェイ行って、ピカクロスさんとかといたのが最終位置です。え、ピカさん見てますか？現見てないんだけど、それ あ、うんうん、あらあらあら、現です。神宮寺さんが割と黒いと思っています。神宮寺さん押してほしいです。ミートミート。この容疑相方にかかりがち。
殺せ殺せ、ジングリさん殺せ、殺さないか、押さないんだ。いや今釣ったらいけたな。あ、ナイスです。死なないんだったらよし。だいぶ時間経ってたからいいボタンです。そうですね、うん、そうですね。ゲンがなんで神宮寺さんを疑ってるかというと、神宮寺さんの誰殺害の容疑か先に教えてください。夏目さんです。てか神宮寺さん西側なんで夏目さん殺害しか多分無理です。はい、神宮寺さんはなぜ疑ってるのかというと、現あの開幕ストレージから、ローアエンジンに行き、レクトリカル行き、ローアエンジン行きっていう感じで、まあ、下から、時計回りにぐるーって回ったんですね、西側を。で、メドウェイの通路のところでセキュリティのランプが光ったんですよ。で、現がセキュリティ、カフェテリアに入るタイミングぐらいでランプが消えましたので、おそらくその後に神宮寺さん殺したんじゃないかって思ってます。で、殺した直後ぐらいにあのカフェテリアのボタンがビッと押されたので、まあ、死体が消えたという時系列かなというのが現の予想になります。これ夏目さんってどこで、でもてなると、うん、僕ロアエンジンからエレクトリアあのエレクトリカル、ロアエンジンに助け合ってからエレクトリカルぐらい入るぐらいで終わったんだけど、はい、レントでエレクトリカルが濃厚ってこと、下行ったんだよね夏目さんは。セキュリティで見てて、それ外したタイミングで弁当入ってエレクトリカルで移動してやったってこと。夏目さんの死体値はそもそも分かってないので、そこはちょっと現には分かりません。あ、まあでも今のセンター参加数ロアエンジンではないってことだよね。そうそう、だからなんて僕視点だとなんて前にいないから、まあ弁当使わない限り無理で、うん、話なんだよね。俺結構見てもらってると思ったんですけどね。ちょっと、うん、右に行ってからどのタイミングぐらいで左に行ったのかな。いや、ウェポン割ってでブレーカー鳴ってでカフェテリアストレージエレクトリカル前のぐらいで終わったんで、そこでピカさんとすれ違ってたかなぐらいで、ナビゲーションぐらいまで来てなかったです。ちなみにセキュリティ、ナビゲーション行ってないですね。現です。ちなみにセキュリティのランプが消えてからブザーが鳴るまでに大体10秒ちょっとぐらいだったので、まあその感じで殺してちょうどブザーが鳴るっていうのはおかしくないかな。なんかウェポンで見たみたいな言ってた人いなかった？あれなんだったの？初手の話ね。なるほど。まあ、確定じゃないですけど、とりあえず。うわ死んでるな。レポートしてのナイトメアです。見つけたのピカクロさんの死体です。エレクトリカルのところです。奥の方です。左側です。はい、エレクトリカル奥、はい。はい。ピカクロさん、高田さんどこだ？高田さんも死んでるわ。あ、本当高田さん、高田さんは？だから高田さんが、あの高田さんが俺、だからピカさんわかんない。高田さん？高田さんがエレクトリカル。エレクトリカル多くね。はいはい。ああ、そういうことね。あ、はいはい。じゃあ、ピカクロスさんが分かんないってことか。だね。
俺、あ、僕でピカさんって言った、ごめん、言い間違いだ、うん、ピカクロさん、リアクター一緒に直しに来たの、多分原さん見てますよね。はい、ピカクロスさんどっかで見たっけなーって、なんかリアクターに大量に行って、うん、あ、そうなんだ、俺がリアクターいた時に砂ザメさんとセンターさんが真ん中にいたのは覚えてるけど、うん、そう、最後センターナイトメア砂ザメでリアクター結構いて、そうそうそう、現です高田さんの死体位置がエレクトリカル奥で、ピカさんの最終目撃証言がリアクターだったことから2死体とも西で発生しているものと思われますよって、東側にいた方は候補から外すべきだと思ってるので、東側の方は名乗り入れてほしいです。僕アドミンにいました。ジングジオツーにいました。オツーマシャカリさん、オツー、あのアドミンのマップは見てなかった？マップ見てないですね、ごめんなさい、助かってました。ジングジさんも今のやつはオツーにいた。あ、オツーにいました。 あとはみんな西側か、きついな。神宮寺さんとマシャカレさん省いて、ジェイさんどこっつったっけ？で、リアクターから上行ってるんで、アッパーエンジン、カフェテリアですかね。リアクターになったタイミング、砂ザメ、僕カフェテリア側にいて、砂ザメさんが後ろにいるのを見ながら、あの行ってて、アッパーぐらいで確か治ったはず。だから砂ザメさんは違うんじゃないのかなと思いたい。だけど投票しないといけないもんな。いやごめんなさい、うん、ちょっと押します。誰か押してほしいな。投票してたら勝ってたのに、投票なんてしないんだ。見た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 。ミュート警察やっちゃった。うわ、やってもうた。センターさん、神宮寺さん、うわー、マジでずっと連打してた。ナイス。あ、ありがとうございます。申し訳ない。あ、ありがとうございます。センターさんと神宮寺さん、どっちかに一郎だと思ったら、二郎は見てなかったな。だから変わったんですね、神宮寺さん。いやー、センターさんありがとうございました。いやー、やめちゃん噛み合いましたね、うまいこと。噛み合いましたね、今。ナイスナイス。最後もね。役者さんの O2 は、うん、そうですか。いや、本当です。ただ、ね、あの、高田さんがやったのがだいぶ前なんですよ。いや、そうだね。うん、そうなんだ。で、そこから、だいぶ逃げる時間があったんですよ。うん、そうそうそう。ジングジさんが高田さん。あれ、わかりました？ジングジさんに、高田さんをやってくれっていう。あ、わかりましたわかりました。合図送ってたの？そう、合図を。僕と高田さんと神宮寺さんが下に行ってて、リアクターになったから神宮寺さんと重なるタイミングで行け行け、今だ、行け行け行けっつって、で、僕リアクター残ってて、まんまと餌にされた。いや、ナイス連携だ、ナイスだ、ありがてえ、うますぎ。で、初手僕に疑いかかってて、しめしめと思ったのは、うん、もうセンターさんなんですよ、ダブル、あの2キルが。僕じゃないんですよ。あ、そうなんだ。1人2キルなんだ。そうです、そうです。なので、あ、これで先端さんは晴れた。僕が次アリバイ作れれば勝ちだと思ったんで。ああ、結構初手先端さん、神宮寺さん、足回りしたのちょっと当たってたんですよ、若干。あ、そうそうそう、やべえと思ってた。だからどっちかかなと思っちゃったけど、両方か。っていう。いやー、これ噛み合った。あー、伝わっててよかった。いやー、伝わってました。もうあとはとにかく右へ右へって逃げて。いや、やられたな。僕、ピカさん生きてたらダメなんですよ。ピカさんとすれ違っちゃったんで。あー、じゃあちょうど噛み合ってたんだ、そこも。そうそうそう。で、ピカさんをやっていただいたんで、あ、よかった。うん。くそ。よかった。いや、これは、いや、結構疑われてたからな、二人とも。そうなんですよね。あれ、私コメント、今ちょっとコメント見てるんですけど、ピカクロさん殺された時、私ピカクロさんとロワインズですれ違いましたっけ？うん。あー、キー、それ、うん、のはず。砂亀さんがあれどっかですれ違ったなってのは、そうそうそう、ロワインジンのローカルスローですれ違ったのか。見てるはずだから。
僕が高田さんやってエレクトリカル出たらストレージからロアエンジンに抜けるピカさんとすれ違っちゃったんですよ、うん、なので、これ証言されたい。よくなかった、なんかすごい曖昧だった。なんなら、ナイトメアさんも私のこと視認してるはずなんですけどね。どこで？ロアエンジン。ロアか。ロアどこのタイミングだろう。エレクトリカルに俺が抜けていくタイミングってこと？うん、じゃなくて、多分ロアエンジンのタスクをやってるとき、エンジンの調整してるとき、私はエンジンの調整か。ピカさんいたか、ごめん、さすがにちょっと記憶がないわ。そう、リアクターで大量に人がいたから、その大量の人を覚えるのに必死で。リアクターに、そもそもピカさんがいたこと、リアクターにはいたんだけど、ピカさん。リアクター直した後にそのままロアエンジン方向に降りていって、うん、ロアエンジンの、あの、で、一回離れて、あの、ガソリン入れた後にもう一回ロアエンジン戻ってきたって感じかな。マジか。じゃあ、多分、リアクターではピカさん見てないかな。そう、リアクターでナイトメア、センタン、砂ザメって3人の時があって、うん、でその後私、砂ザメ、ナイトメアでロアエンジンに行った時に多分ピカさんとすれ違ったらしい。すれ違ってるんだな。で、私と砂ザメとナイトメア両方覚えてないっていう。焼きそばの目になるっていう。いやー、よかった。いやー、覚えた。リスナーは、うん、あの、リスナーはピカさん覚えてたから、逆にゲンさんが、あの、ど、のあれでなんか、あれってリスナー思ってたらしい。なんか。あーで、なんかその2日目のダブルキルで神宮寺さん白いってことは消去法でもうセンターさんしかないけど、あと一郎誰だみたいな感じになっちゃってたら、まさか養老って養老かと。もう扉、カフェテリアの扉閉まってる時のセンターさんの動きでやれよこいつぞっていう指示だと思ってたんです。いや、あれが伝わったのがマジで素晴らしい。ほんまに。そう、もうあとは高田さんを追いかけてそう、で俺見えなかったらいた、すぐ後ろいた、いましたで、いいとこにいるしと思ってエレクトリカルでやりました。